ちゃお、あっちゃんです。今ね、三輪神宮に参拝行って、さあ帰ろうかなっていうところなんでね、今から走り出したいと思います。ね、これで、この先踏切です。ご注意ください。閉まって遮断機閉まってるから電車が来そうですね。カメラ前向けますね。はい、JR が通りました。1時間に1本ぐらいしか通らへんね。貴重な電車ですこれは。はい。はい。ということでね、これから帰りたいと思います。はい。じゃ結構電車好きでね、電車が来るとねテンションがあるんですね。はい、眩しい。はい、めちゃくちゃ眩しいです。この車結構ね前の窓が広いからねすごく眩しいんですね。はい、ね、暑い。はい、暑いです。こちらがということでね、今日は、めちゃくちゃ眩しいよ、本当に。お買い物に来て、三輪神宮にお参り行きました。はい、これで、このまま帰ろうかな、どこかに寄ろうかなとちょっと悩んでるとこなんやけどね。はい、このまま帰ってもね、なんもないしね、ピュッてドライブしててもね、意味のない時間の無駄遣いをしちゃうのはどうかと思うしね。暑くなってきた。ちょっと脱ぎます。よいしょ。春になってきていいよね、あったかいのはね。はい、どこからね、本田に帰るのね。どっから帰るのし、また前の、宮の奥回って、飛鳥回って帰るかな。どうしましょう。飛鳥から帰りましょうか。うん、ちょっと飛鳥。太陽が変に角度がついてすごく眩しいんです。はい、あ、本屋さん寄ってレンタル DVD 借りて帰ろうかな。帰りましょうか。この付近警察署エリアです。ね、見たいビデオがあるんやけどね、この前まだ当てたばっかりやからね、1泊2日しか借りられへんかったから、次の日返しに行くと辛かったから借りてないよね。はい、ちょっとレンタル DVD 寄りたいと思います。
家に着きました。ビデオカメラの電池がなんかね、赤になった。ちょっとやばいか。20分頃からはゲストにアイコが登場。はい、